セクシーモンローウォークとの開口、35ミリフィルムカメラコニカ 2A でございます。ナビゲーターフミオくんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。突然なんかあのマリリン・モンドの名前が出てきたりしましたですね。お前ね、まああの鉄平はまだマリリン・モンドってわかりますか？だいたいね、わかるんですよ。あ、そう。金髪 で、うん、でここにほくろが、鼻の下にほくろがあって、分厚い口名人で、そう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 、でドレスみたいなの着て、うんうん、で排気口の上にわざと行ってスカートをめくられるっていう、うん、なるほど、そういう人ですよね。モンロー、マリリンと今言いますよね。マリリン・モンローですよね、はい、普通はね、女性でしょ。女性、あれはあのスカート履いてますから、まあまあ女性ではあるわけですけどもセクシーアイドルですか。まあそう、セクシーシンボルと言われてるんですよね、あの人ね。そうなんですか。アイドルと言わんのですね、あの場合は。いつの時代の人ですか、これがね。この人はね、まあ、あの別にカメラの話で突然このアメリカのね、はい、セクシーシンボルの女優が出てくるっておかしいと思いますけど、これ、そうですね、非常にまあ逆に言うとかなり関係があるんですよ。こういう硬い、はい、まあ、小西六といったら日本で一番古いですね、うん、まあ、写真関係の会社が由来ておりますよね。岩みたいな会社でしょ。岩みたいな会社です。非常に硬くて、まあ、あのおもろい会社なんですけども、はい、今まあ残念ながらカメラ撤退したというね。らしいですね、ホームページに書いてたんですよ。びっくりしましてね、今日はさ、まあ、大きなショックやったんですけど、それがね、はい、だからもう修理とかそんな部門もですね、他の会社に委託してるっていうようなことがあって、そうですね、まあ、これはこっち話ですよね、カメラファンにとってはね。まあその話もまあ後で出てくると思いますが、はい、要はその硬いくてほんまにもうカチカチのカメラ会社のそのコニカなんですけど、その中の一つにですね、はいはい、モンローの名前を付けられているカメラがあるんですよ。セクシーシンボルのモンローの、はいはい、でそのモンローはいくつぐらいの人やという鉄平に、もう来てますか。いや、もう亡くなりました。あ、そうですか。はい、これね、あの辞書によりますと、はい、僕のそのまあいろいろ辞書を3つぐらい引いたんですけどね引きすぎ引きすぎ、いや面白いですよこれ。辞書っていうのは比較すればね、やっぱり辞書ってね、はい、結構その比較しておもろいんです。ああ、そうですか。うんうん、だから古い辞書ね、はい、何年ぐらいの辞書からモンローが載ってるかやなとか、あ、例えばまあ広辞苑に載ってるかとかね。たまに辞書ずっと置いとく人いるじゃないですか。いや、僕もまあなるほど、捨てられましたけどね。なんでこんな古い辞書置いとくねんって、漬物石にしかならんやないかと。いやいや、そんなこと、ね、思うんですけど、枕とか漬物石とかね、広辞苑とか言われましたね。そうなんですよ。僕も1班から2班、3班、4班、5班まで持てたんですけど、はい、大半捨てられましたもん、ね、誰に。もちろん分かってるでしょ。お前も気付けんの、このね、整理学とかやっとるらしいんで。僕に捨てられるかもしれないですよ。もう本当やね。気付けてください、ね。身内というのはみんな僕は敵ですよね。四面楚歌ですね。ほんま四面楚歌で。四面楚歌ですね。そういうことですよね。まあ、あの死ぬまでは絶対捨てさせるつもりですけど、死んでからなんでね。あの広辞苑でもだから1班に乗ってるとか2班に乗ってるね、3班4班って捨ててしまうと分かりませんもんね。確かに分からないです、ね、わざわざ図書館行くのもあるらしいし。そうですよ、マリリン・モンロー調べんね。そうですね。どうでしたモンローさんは。モンローだから調べてね、3つ4つぐらい引いたんかな。1つはね、広辞苑まず引いたんですよね。ほうほう。でその次に広辞苑と一緒に入ってるこれ電子辞書ですけども、はい、これ確かシャープさんかなんかで辞書やった。シャープちゃんはこれは菓子屋さんかな。これここにあるやつでしょ。そうそう、それちゃいます。あ、これ違いますか、なんかどっか、それこれ菓子屋やね、はい、これは菓子屋ですね。カシオさんのが XDR6200。 そうか、まあ、詳しく言うとはそういうことやな、はい、それ には広辞苑とですね、百科事典が載ってるんですよ。百科事典もなんとかいう百科事典でね、ちょっと忘れましたけども、はいはい、それは両方ともね、マリリン・モンロー出てました。マイペディアです。マイペディアって言いますか、はい、そのマイペディアにも出てましたですね。でそれで次に引きましたのがですね、はい、このシャープの パピルスというね、はい、僕も一番愛用してるっていうんですか。ここにありますね。一番ありがとう、これごついやつですよね。まあごつい、自分がそんな大きくないんですけども、ピルス、はいはい、充電式のやつですよね、はいはい、これね、それ引いたんですよね、うん、でこれはね、うん、結構これも載ってましたよ。あ、そうですか。はい、全部の辞書に載っておりました。カタカナの辞書とかそんなにも載ってましたね。いろいろ入ってますね。それとおもろいのはね、はい、世界史の字引きがあるんですよ。それ、おその世界史の字引きでもね、はい、マリリン・モンロー出てるんですよね。ということは歴史的に見ても相当重要な方やったっていうことですか。まあそう、モンローさんっていうのは思わざるを得んですよね、書いて見てますとね。でまたその次に一番最後に引いたのは、はい、このなんかこの、これでしょ、台湾のやつですよ。これタッチするやつでしょ。タッチするやつでね、これ今インターネットの中に入ってるのを、はい、独立させて、はい、結構高かったこれね。こんなもんですけどね、ヨドバシで買った。もう今売ってるかどうか知りませんけどね。ウィキリーダーですよ。ウィキリーダー言うんですか、はい、これにはねものすごく詳しく載ってました。あ、そうですか。かなり詳しく載っててね、もうこれ全部言うだけでですね、はい、もう何時間か10時間ぐらいかかるぐらいのね、ぐらいのの載ってましたね。これが一番詳しかったんですか。あ、詳しかった。これはもう死因の分析からね、はい、ケネディ大統領との関係とかね。え、ケネディと関係してたんですか。ケネディとですね、はい、あるいは弟の司法長官があったんですけども、はい、2人ともなんかね、
わゆるセックス関係があったみたいですよ。これによればですよ。これによれば、これによればね、それはっきり言っておきますけどね、あのケネディファンの人が怒ってきはったら、JFK ってやつですよね。JFK というのと、ロバートなんとかいうね、それ弟の司法長官というのがあったらしいですけど、この二人とも性関係があったというように書いてましたですね、これによると。まあその辺からいくと、ね、まあ、それを検視した人がね、はい、ロサンゼルス軍の検視官、トーマス野口さんというね、日系人なんですよね。で、この人がとか、あるいはそのマリリン・モンローさんがですね、はい、あのジョー・デマジオさんというね、野球選手と結婚するんですよ。で、今日はなんか、今回のカメラからえらいとこ行ってますけども、ね、野球選手と結婚して、はい、読売巨人軍ですね、あの今、なんか国民栄誉賞とかに取られましたね、あのおっちゃんとあの若い。島さんでしょ、あと松井さんでしょ、あの球団がですね、はい、この人らを招いてるんですよね。そう、新婚の子に来たことになる、日本に来はったんです。そのセクシーが来たんですか。セクシーの女優の人がその、あのジョーデマジオさんという有名な野球選手とともにですね、パンアメリカンという飛行機に乗ってね、金田カオルさんみたいなもんですよね。バーってやってきはってところがね、このマリリン・モンローさんって非常に気難しい方でね、はい、まあ、この人の、まあ、人生を見てますと、まあ、気難しくもなるやろうし、いわゆる神経精神病院に入院しはっては当然ぐらいのものすごい悲惨な人生なんですよね。まあ、それでじゃあ日本来られる時もいろいろ、まあ、いろいろ問題があったんですよね。みんなの前もう出ていくの嫌いがあったりね、まあ、歓迎式典やのにもその時にもうちょっとだだこねてって言うんですけど、実際もだだこねてちょっとしんどかったのも分かりませんね。で、日本のお客、あのお医者さんにそれを見せますけど、俺は医者嫌いや言うて、俺は言うたかどうかしゃべるとね。文雄君、その時テレビ見てたん？わしあんまりね、この人けど、文雄君おったやろ、この時おったおった、デマジオさんと、行ってました、行ってました、モンローさん来た時、うん、行ってましたよ、行ってましたって、当然やん、じゃあ、コミニア挟んでた、コミニア挟んでたけど、あんまり見なかった、ラジオのテレビも、ね、僕はそれね、性シンボルとかですね、スターとかあんなあんまり好きやないねちょっと京都でくすぶってた時代だな。京都の前かもわからんな、京都の前、滋賀県でな、川入っとったかわからんな、お互いでドラえもんなりかけたって言ったかわからんね。まあ、まあ、ちょっとその辺僕と のバッチはまだやってないんですけども、はいはい、要はまあそんなところでね、もう本当に詳しい載ってるんですよ。でその島出雄さんの話や、はいはいはい、デマジオさんの話やけどね、はいはい、日本のお医者さんは嫌いはあって、誰がなその時病気を治したか言うたらね、はい、波越なんとかいうね、始発師の人がおったわけ、はい、これ有名な人でね、なんとかの始発で治します涙なんとかいう、このビチャーとこうかぼちゃみたいな顔した、かぼちゃ削ったみたいな顔したおっさんでね、ほう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 、その人が帝国ホテルの南郷室、部屋の名前まで載っとったけどね、これそうですか、南郷室まで行って、プライベートないですね、ないそなな個人情報じゃないですか、そんなもんぐらい個人情報言うけ、まあ、そこまで行ってですね、はい、ゼルナのそのセックスシンボルさんを前にしてですね、はいはい、波越徳次郎さん言ったかな、なんかそんな名前にして、その人がですね、はい、チュッと揉んでですね、はい、その痛みを止めたとかね、そんなエピソードもあるぐらいで、もう、まあ、日本中の辞書という辞書は全部載ってるんじゃないですかね。あ、そうですか。もう世界史辞典載ってるのはびっくりしました。皆さんもお持ちの辞書がもしあるとするならば、ぜひマリリン・モンローさんで調べてみてください。波越徳次郎さんでした、失礼いたしました、はい、それからトーマス・ノウチさんで、これも言いましたですね、はい、もう全部ちゃんと合っとるから。そうですか、はい、ほんでそのブリタニカっていうのを引いたんですよ僕は、はい、これはあのパピルスという辞書がね、はい、この場合はですね、生年月日にちゃんと載ってました、うん、何年ですか。1926年、はい、わしより年上やな、言ってはったらな。そうですか。わし39年やからね、1926年の6月の1日です。おロサンゼルスで生まれはった。あ、アメリカの方ですね。アメリカですよ、アメリカ人ですよ、はいはい、で、ボツと書いたらボツは死んだわけやね、はいはい、1962年の8月の5日に死んであるんですよね。お、はい、結構早く36歳そうなんですよね。それどこで亡くなったんですか。ロサンゼルスです。ロサンゼルスで生まれ、ロサンゼルスで亡くなった。で、自宅で亡くなってるんですよね。このブリタニカの、書き方によりますと、これ、はい、やっぱりブリタニカぐらいあって、あんまりショッキングには書いてませんけども、こういう書いてます、うん、亡くなった原因がね、うん、1962年8月の5日、はい、自宅で死亡しているところを発見された、うん、死因については自殺、事故死、他殺のいずれかであったか、今なお多くの謎に包まれている。その3つしか大体ないでしょ、自殺、事故、他殺。そうですね。それ以外なんかあります。まあ、まあ、病気か。病気はないで、これこの人の場合はこれね、病気じゃないんでしょ、これこんだけ病気入ってないから。自殺と事故死亡。
アクシデントですね、まあ、受けたら落ちたとかいうことですよね、うん、で次は次が他殺、いわゆる殺人系ですか、そういうことですよ、殺されやったか、はいはい、まあ、家の中で家庭内事故といったら、その殴られた人ような死に、自分一人で死んであったわけですからね、事故か、まあ、自殺かということの、なんでそれ分からなかったんですかね、3つ、うん、かこれはね、検視したら分かりますよね、いやいや、トーマスのおじさんというのは検視しはったんですけども、はい、その検視の前にですね、いろいろとその現場がいじられたりね、うん、もうそれへんのところがね、ウィキペディア読んだら、ね、まあ、だいたいこういう、いやというほど、ね、有名な方っていうのは、例えば JFK さんも、狙われて、射殺されて、うん、それ誰がやとかね、うん、そうそう、オズワルトやとか、何やとか、映画とかでいろいろ語られてる、出てくるマフィアですよね、そうそうそう、この場合もマフィアが出てきてるんですよ、やっぱりね、JF とこの人をあの繋いだのが、はい、フランク・シナトラさんというね、歌手の方ですか、歌手の方で、あの人は、まあ、マフィアの親分とも言われてましたわね、これも僕言うたんちゃいますけど、その資料に書いてあるもんね、はい、まあ、その人が、まあ、間、入ってる間だけにですね、マフィアとの間のですね、まあ、あったり、まあ、いわゆる FBI が関係してるんです、芸能ですよね、FBI が。CIA は ?CIA は書いてなかった、FBI だけ書いてなかった、ね。芸能界ですね、だから。まあ、そういうことですね。日本の芸能界は粒小さいわな、まあ、そんな大きな。セレブリティとかね。まあ、そんなもんじゃない、もっと大きいと思いますよね。まあまあ、そんなところで、FBI が関係したりしてですね、まあ、ジョンとか、大統領がとにかくね、そんななんか関係結んでたとかね、司法長官がやったっていうんですから、この人に取り込んだらですね、アメリカ自身動かせますやん、確かにそれはマフィアでも黙っとらへんし、フランクさんも黙ってないでしょうね、だからやっぱりその死に方とか、はい、なんで殺されたのとか、口方やったのとか、まあ、野口さんもあんまり変なこと言ったら、あれは自分の身の危険もありますしね、野口さんが触る前にですね、はい、そういうまあ関係が触ってたとしたらですね、なんぼ野口さんでもやる、有名な人らしいですけどね、どうしようもなかったとか、あるいはまた野口君って言われてですね、ちょっとゴリゴリと背中なんかで、丸い筒みたいなもんで作られてはったかもわからんし、僕ならもうその前にすぐやめるけどね、医者なんかやめたら、もう医者もやめるし、もうあの言うままになります、FBI さんって言いますけども、そこはあの人はかなり頑張らはったみたいなね、あ、まあ、そんな、まあ、このマリリン・モンローですよ、そのマリリン・モンローの名前を冠したカメラが、そうなんですよ、今回のテーマですか、はい、そうなんです、何ちゅうカメラですか、これがですね、あの前も今言いました、急に硬いのありましたけどね、コニカの、はい、2A でしたか、2A、はい、こういうカメラなんです。ここにあります。そうですね。はい、これちょっと、まあ、皆さん見てもらってください、ね。どこがマリリン・モンローなのか、もうあの勘のいい人はいっぺんに分かると思いますけどね。映ってますか？どこでしょうかね。そうですか。はいはい。このカメラです。今 YouTube の動画見てある方は、ああそうかそうか、見えると思うんですけど、いっぺんまた YouTube の動画もね、そうですね、見てください。音声だけの方はちょっと見れないんで、面白いね、はい、こと鉄平が始めてますよ、YouTube でね。今日は全然勝てない話なんですけど、この前にあの Google AdSense の10周年記念の、何 Google AdSense、 あ、まあこれ関係ないんで、またあの Google は知っとるよ、俺自分の見るやつやね、そうそうそう、あれのですね、はいはい、AdSense っていうあの広告出すようなプログラムをあのサービス開始10周年のイベントがありまして、それ BS か、いやあのネット上です、インターネット上です、あそうだよ、お前 NHK 見たらあかんのインターネット上でありまして、おうおうおう、あの YouTube のページで動画が配信されてまして、あそう、まあ、そんなの見てました、あそうですか、まあ、僕らのやってるのもその YouTube で僕らの収録風景を、はいはいはい、そうですね、動画に載せて皆さんに見ていただくっていう、そういうことやってます、まあ、賢明な諸君だって言って偉そうに言ってたんですけども、諸君って偉そうなんだと、このセクシーね、はい、シンボルであります、はい、モンローさんとですね、はい、コニカというまあ本当に世界一硬いと言われているような、まあ、会社が作ったですね、うん、こんな、はい、超真面目なカメラとどこでこう接点があるかということなんですよね。どこなんですかこれ結局は。はい、これはね、はい、まあ、あのいろいろ話は長くならんようにせなあかんな、ちゃんと時間で終わらなあかんですけども、はい、いやいいですよ、ありがとうございます。何や言うとね、はい、まあ、モンローさんちょっとこれ仕事置きましょうね、そうですね、もう思い出が出てくるんですけど、これはちょっと置いてみましょう。モンローコラボラじゃないですかね、モンローウォークってもあるんですよ。モンローウォークですか、はい、でモンローエフェクトってもあるんです。エフェクト、こう、こう、これスーパー大辞典がね、はい、モンローだけじゃなしに、はいはい、モンローだけ、モンローウォーク、モンローエフェクトというようなことも、はい、モンローライスとか、モンローライスはなかったんですね。モンローステーキとか、ない、それはない、もうあの広辞苑はね、モンローウォークとモンローだけでした、はい、でもう一つスーパー大辞典はこの中にエフェクトっていうのが出てます。エフェクトなん意味は、エフェクトというのはどういうことかと言いますとですね、はい、これはね、効果という意味でエフェクトっていうでしょ、モンロー効果って言うんですよね。これどんなことか言うとですね、どんな効果ですか、これまあ一番わかりやすい事情を紹介しますとですね、スーパー大地震の一番簡単簡潔ですよね、はい、高層ビルの谷間などで、強風のために女性のスカートがまくり上がること、マリリン・モンロー主演の映画の場面から、あとはまあこれ訳したらモンロー効果というと、
こうなっておりました。さっき僕がオープニングでモンローさんにどんな人かって言った時に言ったあれですよね、あれ通気口かなんかのウェディングだと言ってスカートの中が見えるって、はい、ただね、はい、これはあのこの辞書は割とあの解釈もあの、まあ、ストレートやけど、はい、もうちょっと別の辞書によりますとですね、はい、そういういわゆるビルのあの煽り風っていうんですか、ありますね、まあ、よっちゃん怒ってません、はい、この近くに50階建てのビルができたりとか、そうそうそう、ができたってことによってで、ね、でその前にできた高いビルと、そうそうそう、間を通ったらね、うん、いつも風が強すぎて、そうそう、まあ、よっちゃんのスカートが巡っても誰も文句は言われると思うし、あの喜ぶもせんかも分からんけども、喜ばないですね、まあ、あれを怒ってますよね、うん、ああいう風のこともモンロー、うん、エフェクトっていうらしいですね、あ、まあ、その出たのはそのモンローさんの、はい、これ地下鉄の、ね、排気口ですね、そこまで書いてる事象がありました。それはニューヨークじゃなくてロサンゼルスの方、いやいや、ニューヨークですか、ニューヨークですか、ニューヨークの地下鉄のね、あの排気口が穴あったら、あんだけ風出るんですね、まあみたいですね、ちょっとニューヨークとか言ったかどうかちょっと怪しいですね、今の嘘ですか、ちょっと分かるわ、ちょっと皆さん、どこに地下鉄のとか言ってました、地下鉄ね、あ、書いてあった、7年目の浮気という映画でですね、はいはい、M ・モンローが地下鉄排気口からの風、ほう、風でですね、はい、まあ、あのそういうように、こう、まくったと、うん、そういうことから連想する言葉で、モンローエフェクトという言葉ができて、それはまあ建築業界では使ってるかどうかは知りませんけども、使ってないでしょ、そうですか、そう、この辞書にはね、うん、高野辞書っていうのが書いてあったんですけども、高層ビルの谷間で下から吹き上げてくる得意な風、はい、これをモンローエフェクトっていうらしいですね。僕らもそういう風とか見たりとか、スカートめくれたら見て、あ、モンローエフェクトやなって言ったら、そう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 、あ、こいつはちょっと頭ええなと思われるわけですね。そういうこと、まあ、あのインテリゲンちゃんの中、なるほど、ゲンちゃんの中入れる、なるほど、じゃあ僕もだからヨちゃんのやね、うん、あのなんかあの髪の毛が乱れたとか、ヨ、うん、ちゃんのスカートがどうこう言ってる、うん、うちはまだまだできてないということですよね。そういうこと、モンローエフェクトって言わなきゃダメですね。そう、モンローエフェクトって言葉、皆さん覚えましたか、はい、モンローエフェクト、モンローウォークって分かりましたね、モンローウォークは分かんないです、分からないですか、はい、これこのカメラに関係あるんですよ、モンローウォークも。これどういうことかというと、これはスーパー大辞典を見ましょう、大辞林ですか、辞典じゃ辞林です、はい、辞書の辞に林と書くんですけども、はい、これはね、あ、和、書く場合で和と書いてましたからね、和製英語ということですよね、これ和と書いてあるのは、はい、マリリン・ウォークが、はい、映画ナイアガラで、うん、マリリン・モンローが映画ナイアガラ、1953年に作った映画らしいんですけども、はい、マリリン・モンローが映画ナイアガラで見せたような腰を大きく左右に振って歩くセクシーな歩き方、はい、これをモンローウォークというらしいですね。なるほど、なるほど、分かりましたですか、はい、それは分かりました、はい、あの、まあ、別の人には腰を大きく振る歩き方とか、うんうんうん、まあ、腰をね、いろいろ腰の歩き方でもこんだけ表記、うん、辞書によって表現があるかというぐらい、あ、まあ、辞書は楽しいもんですよ ね、 なるほどね、まあ、皆さんも辞書の楽しみを覚えてほしいと思いますが、あ、お願いします、まあ、今日はまあこれぐらいにしておきましょう、はい、あんまりあのウォークばっかり言ってもしゃあないね。モンローウォークとこのカメラのつながりって何なんでしょうかね、これはね、あの今もちょっとどこにカメラありました、ね、はい、あのちょっと撮ってよろしいですか、撮ってください、はい、もう撮ってください、はい、あのね、あの、まあ、主にこの番組は映像のない、メイドがね、うん、出ない番組ですので、うん、これ説明せなきゃいけませんね、はいはい、あのこのカメラ自身、これは先ほども言いましたように、コニシログというね会社が作ったカメラですね、はい、カメラのね上の方にはね、はい、KONICA でコニカって書いてるんです、そうなんです、K だけが大文字で、はい、後のアルファベットは小文字なんですよ、この独特のね、はい、あのレタリングでね、そうですね、コニカのカーの A のところからずっと雲みたいなのがたらびいてね、はいはいはい、なんか菊水マークっていうんですか、どっか日本の家紋みたいなね、これに古さを感じるでしょ、まあ、だって日本の会社ですからね、もちろん純粋な日本の会社ですよ、でその下の方に、あの 2A っていう、そうなんです、っていうのがあの、ローマ数字っていうことなんですかね、なんていうんだ、そういう、いや、これはわしもギリシャの古い建物の柱みたいな、あの数字あるじゃないですか、そこまで言うとなんかちょっと余計、それに A っていうのがアルファベットの大文字の A なんですよ、うんうん、それがカメラのてっぺんのところに黒い文字で書かれてるんです、うん、そうなんですよ、ね、それ彫ってるんでしょうね、これこの当時は掘って、ね、その中で埋め込んでるんですよ、うん、あのエナメルっていうんですか、はいはい、バキュンってもう非常に当時のカメラはもうメッキが綺麗でね、もう惚れ惚れするようなメッキなんですよね、でナンバーが、はい、10何度、ね、どうだと読めますか、そこから101543ですね、でこういうナンバーですよね、はいはい、でそういうようなカメラで、これはフィルムカメラですよね、うん、でもうモンドとの関係は言わなきゃいけませんね、で前から見るとですね、はい、レンズが真ん中に、真ん中というかちょっとまあちょっと、はい、あの右側ですかね、ちょっと寄ってるんですよね、うん、で丸の真ん中の珍しいんですけど、はいはい、ちょっと右寄りになってまして、はい、でそのレンズの上に窓が2つありましてですね、うん、これがまあこのカメラ距離計連動といいましてね、はい、レンズをぐるぐる回しますと、この2つの窓のですね、うん、間
間の差をうまいこと捉えてですね、うん、中で色違いなところがあって、それがチュッと回してるうちに一緒に合いますと、はいはい、そこがピントの太田という、ややこしいんですよこれ。僕も昔そのカメラ、このカメラじゃないですけど、その距離計レンドのカメラでピント合わせたことありますけど、難しいですよピント合わすの。そうですか。どこで合ってんのか、ちょっとずらして、またずらして、またずらして、またずらしてってやってるうちにもう被写体がどっか行ってまうとかね。なるほど、慣れてる人はそうなんですよ。まあそうでしょうね。僕らはまあこれが非常にやりやすいんですよね。あ、そうですか。非常にやりやすい。いや難しいですよこれは、やりやすいって。それは動き回る子供がね、うん、これでピントが取れるか言うたら、うん、やっぱりちょっと取れにくいですよね。 その時はまあ絞りをちょっと絞ってですね、被写界深度で撮ったりはするんですけども、はいはい、そういうようにするための窓が、そのレンズの上の方のところに2つ、うん、四角い窓が2つあるわけですね、うんうん、その下のところに大きなレンズがついてます、うん、それをまあ囲って、はい、まあ、弁当箱の2分の1ぐらいの大きさのですね、うん、箱があるんですよね、はいはい、この箱のことをカメラって言うんですよね。前も言いましたよね、あん箱、中が真っ黒になる箱のことをカメラって言うんです、はい、なるほどね。そのだからカメラというのはその真っ黒になる箱とですね、はいはい、その中にレンズを仕込むですね、はい、レンズを仕込むそのガラスの、まあ、はい、ものがあったらカメラ、それがカメラなんですよね。一番大事なのは箱とレンズなんですけどね、まあ、その間にいろいろと、まあ、シャッターとか絞りとかそんなのが、まあ、出てくるわけですけども、その、まあ、そのカメラが私の目の前にありましてですね、はい、僕は両手をこうしながらですね、はい、こんな格好でですね、はい、カメラの、まあ、顔を見てるというんですかね、顔を見てるわけ、こうしてね、うん、カメラとこう正面向き合ってるんですよね。そうなんです、カメラと対面してるんですよね、はい、ならそのね、対面してるカメラの、うん、このどう言うたらいいのかな、これ、まあ、よだれかけみたいなものがあるんですよ。うん、カメラによだれかけですか。この、距離計の今よだれかけなんていうか知ってるか。いや知らん。スタイっていうねんで。ほんまかそれ。ほんま。いや、まあ、全然漢字が出えへんよ。俺はよだれかけって言うけど、スタイなんで何のことやねん。ファッション誌とか、俺はもうよだれかけとか本土誌言うねん。子育て本とか見てたら、スタイって書いてんねん。なんで踏んだ人書かへんねん。で、桃引きのことレギンスっていうしな。うわー、わけわからんよな。それがきっしょい。まあまあ、そんな話はいいじゃないですか。そうですか、そんな話だ。よだれかけね。ついか、紙付けもありますけど、はい、まあ、今日は置いときますよ。よだれかけ。よだれかけ、はい、みたいな、その、いわゆる綺麗にねっぴしたですね、うん、まあ、鉄板というのはこれ多分真鍮やと思いますけどね、うん、それがまあもう装飾としてですね、うん、レンズの周りに貼ってあるわけですよ、うん、ね、でこのその横に今度、はい、余った部分は、はい、まあ、人工皮革っていう、皮革っていうんですか、はい、まあ、黒いですね、うん、カメラ独特の黒い、うん、皮みたいなものが貼ったって、まあ、人間で言うたら皮膚みたいなもんですよね、まあ、皮膚の上にだからですね、うん、まあ、鎧というかそんな服着てるみたいな。そうですね、でその服のことをよだれかけって言ってるんですよね。まあ、よだれかけっていう胸のところから下がったもんですよね、うん、はいはい、そのよだれかけが、はい、まあ、あるカメラとないカメラがあるんですよね。でね、ライカなんかの古いライカはですね、はい、もう皮膚から直接ですね、レンズが出てるんですよね。どうかと思ったらまた他のカメラはですね、うん、皮膚とレンズの間のところを締めて、うん、このよだれかけというか金属の装飾板がついてるんです。でそれはなんでそれついてるの。装飾板ですよ。よだれなんて出さへんもんね。よだれは全然出しますね。かっこいいからってだけ。かっこいい多分これ装飾やと思いますよ。例えばこうちょっと、強くするとか、そういうことはないですね。それは多分ないと思います。カメラを丈夫にするためとか多分ないと思います。おしゃれだけですか。おしゃれと思います。これね、コンタックスというね、はい、まあ、こういうカメラの二大子孫みたいなのがあるわけですよ。西ドイツのコンタックスというカメラとライカというカメラあるでしょ、はいはいはい、でライカはどっちか言うたらね、よだれかけのない方です、うん、でコンタックスはよだれかけがあるんですよね。なるほどね。もうその辺また期限がいくと思います。よだれ食いとよだれ食いじゃない方。そうよだれが出るやつとよだれがないやつとかあるという、まあ、僕どっちか言ったら多分コンタックスですわ。あ、よだれよう出たんです。ああ、まあまあそうでしたね、まあ、お前の娘もようよだれ出しとったあいつはなんかよだれっていうカニの輪みたいな感じやね。口からブクブクブク。あれなんやろね。あれなんでしょうね。あの長男の娘はね、はい、結構よだれがダーッと出てないけど、お前の娘はなんかちゃんと泡がいっぱい出てですね。虫におるやん、そんなやつが。泡の中に卵産んだりとか、カエルもね、泡の中に卵産むやつもいるけど。そう。代表的なのはカマキリや。お前の娘はカマキリタイプやな。口からな、泡が出て。まあ、まだこれも卵は出ませんけど。よだれになってますが。コンタックスとライカがあって。大体そこからですね、2つどっちかと歯が割れてるね。ということはこのコニカはどっちか言ったら コンタックス系っていうことですか。これ系としてはそうやろ、ね、よだれかけ装飾だけで言ったらね。でライカ系のカメラでもね、例えば当時ミノルタ35っていうね、はい、このミノルタも、まあ、こうカメラ業界ではコニカに次ぐぐらいの歴史を持った、はい、うん、まあ、大阪の誇るですね、うん、本当にいいカメラ
を作ってきたメーカーですけど、うんはい、なんとこれが、ねはい、コニカミノルタということで合併してですね、おこれはいい会社ができたなと思ったら、うんはい、またそれも今度お前があのネット引いたらですね、うんうん、もちろんミノルタにはソニー行ったんですけどね、はいはい、伝統はそのカメラ、部門はやめたと、事業も撤退してコニカミノルタ撤退してそうそうで今確かね、うん健康、うんそうそう健康何でしたっけどっかっていうところに健康時なに引き継いでるんですよ。どっかカメラ事業っていうか時なとは電子専門メーカーやね、うん、アフターサービスっていうんですけど、ね、その時な健康時なのホームページに、うん、今回のこのカメラのですね、うん、資料が載ってて今、うん、まあ組長君にそれをちょっと見てもらってますけど、うん、そう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 、ね、これちょっとこう、はい、ちょっとまあウェブのあのそうメーカーそうカメラの写真と、あとこのカメラがいつできて、まあレンズが何枚構成か何分かとかいろいろ書いてるんですよ ね, そ う, ね、まあ、そういう資料がもう、ありがたい資料そうコニカミノルタのホームページにはないんですよ。もう撤退したと書いてあるんですよね。健康レチナでしたっけ。え健康何でしたっけ。レチナはドイツのカメラやもう適当なこと言うたら健康トキナ。あトキナですか。トキナのホームページに移動させられてるんですよ、はい、そうですよね。まああのまあけどあるだけマシですけどね。あるだけマシや。探すの大変でしたけどね。それなかなかねあの Google の検索に引っかからなくて、あやろうね、うん、これ難しかった。まあなんちょっと30分ぐらいかけて見つけましたけど、 ありがとうございました。それはこんな本題一つ見るだけでもね簡単やけど探すまあ公式データですから。そうです、ね、このこと言っときゃ間違いないんですよ。まあそうですね、まあ、突っ込まれたら向こうに回したらいいからね。まあ今日の話は全部そうですよ。そうですあのわしらがね調べたことは一つもないんですよ。いつも言うように ねわしらあくまでもう行動を継ぎ合わせてるだけで、こういう形についてはね責任は全部だから向こうさんと、うん、ケニーズさんの話とか僕らはもうないですよ。そう実態はない僕ら、はいまあ、責任ないなんでこんな言い訳しとるのは分からんけど要はまあそんなんでね当時やっぱりあの同じような時代にですね、うん、ミノルタ35というカメラがあったんですよね、うん、これは先ほども言いましたコニカミノルタと合併して今ミノルタはまあソニーのアルファというね、うん、メーカーの技術は言っておられますけども、うん、その35のカメラはですね、はい、感じとしてはねよりライカに近いカメラやったんです。レンズ交換もできるしね。このコニカはレンズ交換できませんからね。あそうなんですか、うん、であのコンタクトはレンズ交換できるんですよ。これ、うん、これコニカはだからその意味ではちょっとねレンズ交換ができんというのが、まあ、ライカとかコンタクトとかキャノンとかニコンとかミノルタに比べて多少やっぱりちょっと劣ると言われた。あそうしかしもう出来とかレンズは固定レンズの味とかはですね、まあ、世界的にもうこれは非常にいいカメラなんですけども、レンズ交換云々だとやっぱりちょっとこれ損してたわけですよね、まあ、それは置いといて、要はそのミノルタの場合は、はい、ライカの前と古いタイプのカメラと同じように、皮膚から直接レンズが生えてくるようなタイプのカメラやったんですけども、なぜかミノルタさんはね、真四角のね、ふんどしタイプのよだれかけつけはったんですよね。でだからよだれかけタイプなんですよね、はいはい、ところがそのコニカいやミノルタあミノルタミノルタのミノルタ35っていうカメラがあったんですよね。それはあのよだれかけタイプなんです。よだれかけタイプやったんですか。あのよだれかけ取ったらライカそっくりなんですけどね。あなるほどなるほど。デザインもライカによく、まあ、比較的よく似てた、うんまあ、ライカそっくりといえばキャノンのはそっくりやったから、うん、ニカとかあんなのがそっくりやったんですけども、うん、割とライカ似たデザインやったんですけどあえてよだれかけつけはったんですよね、うん、それでまあ、ミノルタの特徴やったんですけど、うん、そのよだれかけの格好がですね、はいどっちかというとのれんタイプのよだれかけなんですよ。真っ四角垂れてるところの断面がですね、なるほどなるほど、まあ、ふんどしとかですね、うん、あのまあ、真っすぐ真っすぐ、うんまあ、垂直みたいな感じ、ね、そうそう、まあ、いわば京都のあれみたいなものですよね。そういうタイプのよだれかけがミノルタがかかっとったんですよね。でこのコニカのですね、はいまあ1型っていうのがあったんで、これの周りに、前に、ややこしになりました。よろしいですか。わかりますか。コニカ1型っていうの、これはまあコニカの歴史は全部調べてますから、まあ、時間があってお話しますけども。今回紹介するのは2型の中の A です。2型の中の一番最後の、はい、6年間ぐらいこれ2型っていうのが出たんですけども、ほうほう最後の1年弱ぐらいにできた、まあ、2型の最終ラインなんですよね。で、参考のためにここに3型っていうのがあるんですけど、はいはい、3型はこの2型の次にできたカメラなんですよね。これですね。はい、これは後でまたね、あの見てもらいましょう、ね。1型はね、どうだよだれかけないんです。あ、なるほどね。レンズは交換できませんよ。はいはい、レンズは非常に優秀なレンズで、はい、非常にあの特にお医者さん関係の方がようお使いになってたんですよね。副車とかそんなにね。そういうような学術的なカメラやったんですけど、よだれかけなかったんですよね。ところがそのモデルチェンジするときに、はい、コニカは突然これよだれかけをつけて、しかもそのよだれかけもですね、はいこのふんどしとか、はい、のれんではない。ほうほうのれんにむしろ風がパーッと当たってですね、うん、マリリン・モンローのスカートが、うん、マリリン・モンローエフェクトでですねパーッと舞い上がったような
そういうようなタイプのですね、はい、しかも左右相称じゃなしに左右違うタイプのね、なるほど、あ、こんな大胆なことをしたんですよ。これはね、ほんま得意な話なんですよ、これは。まあ、カメラで大体右左一緒やん。特に日本のカメラは、ね、でしょ、そういうことはあんまりしなかった、うん、まあ、いわゆるシンメトリーっていうんですかね、左右対称に、まあ、非対称ってあんましないですよ ね、まあ、だからレンズもなるべく真ん中に持ってきてますので、ね、そう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 、まあ、フィルムの関係でレンズはどっちかで言ったら右寄りになるケースが多いんですけど、それにしたかって極端な右寄りではないですよね、はいはいはい、あのソニーのサイバーショットみたいなあんな右寄りのレンズっていうのはないわけで、ね、まあ、あれデジカメですからね、デジカメですからあんなことできたんですけどね、まあ、それはちょっと今余分かもわからんかで、なるほど、この新潟のこれ大胆ですよ、よだれかけはもう風ですか、風です。後ろからふーっとですね、はい、ふんどしが干したる時にですね、うん、風がこうバッと来て、そうそうそう、あの北郎のあのあったでしょ、うん、あの妖怪とかね、妖怪とかふーっとこう、うん、ふんどしの妖怪もあったじゃないですか、あー、いったもめんね、いったもめん、あれがキラキラと空飛んどるみたいなですね、うん、左右非対称のひらひらのよだれかけつけたんです、うん、なるほど、これ僕ね、はい、本当にあまりあのカメラの本読んでも、はい、こういうことを書いてる本は、うん、僕は知らんですよね、あのそやけどもあの、まあ、僕は初めて言ったんちゃう、僕はある人に聞いたんですけどもこれからその人の話をしますけどね、今文雄君が、はい、今文雄君で右利きじゃないですか、おわしでこの右とこっちやな、右そっちで 2way をこうやって持ってるでしょ、でその 2way を持ってる時にこんな感じ、ちょうど右手の人差し指がそのよだれかけの、ええ、このひこうグネってカーブしてるところに、へっこんだところに入るんですよ、うまいことな、あのあ中指はね、人差し指はなくて、これ中指言うか、これ、うん、これ指の関係で分かった、だからそれやっぱりそこに指が入って、うん、逆に指のつかないところにまでよだれかけを持っていきたいから、うん、そのデザインにしたんかもしれないですね、うんうん、かもしれない、まあ、左手の方はね、ええ、残念ながらあの、ええ、よだれかけに手が当たってるんですよ、そんな当たってないよ、だちょっとね滑るんですね、やっぱ、ええ、よだれかけの部分は、そうそうそう、冷たいしな、皮の部分は滑らないんですよ、滑らない、滑らない、だそういう意味でようできてると思いますよ、うんうん、そのデザインは多分ね、お前に言うたような意味でね、はい、これはシャーって言うと思うんですよね、はいはいはい、シャーけども、はい、ここまで大胆なことをやったカメラ会社っていうのはないわけです、うん、日本当時こんなこと思い出せあの、うん、できるできっこなかったんですよね、うんうん、でそれで、うん、この辺の時代というのは結構ね、はい、日本のカメラ産業というのは、はい、まあ、今回1型の時代はもう敗戦直後からなんですよね、もちろん太平洋戦争の前から、はい、コニカはこのコニカ1型のオリジナルタイプというんです、うん、プロトタイプのカメラを作ってたんですけどね、うんうん、実際にコニカ1型と言わなかったコニカだったんですけども、コニカという名前で売り出したのは、はい、敗戦直後、はい、まあ、いわば中流軍とかですね、進駐軍とか言うてた人 の、うん、のお土産というか、スベニールみたいなもんでやね、うん、スベニールそうなんですよ ね、 ね、急に英語になりましたね、まあ、スベニーやから、まあ、ルーってどっちでもいいから、まあ、どっちでもいいですよ、もともとがまあ日本人に言ってる英語やからね、そうですね、まあ、そのいうお土産タイプのものとして最初作ったわけですよね、でそれがまあコニカの1型という後で呼ばれるようになったんですよね、はいはいはい、でそれは今も言うたようによだれなしのですね、全面が人工皮膚っていうんですか、こういうネチャっとした感じの滑りにくい、まあ、あの当時のカメラ全部こんなになってますよね、今みたいなプラスチックじゃないですから人工皮膚みたいなもんでできてたんですよね、それがまあ今度1956年か7年だと思いますけども、この2型になった時にですね、突如こういうようなあの今モンローウォークと言われ、まあ、これはある人が言うてるんですけども、僕もその通りだと思うんですけど、ね、よだれかけはできたわけですね、できたわけですよ、ね、しかも左右非対称、非対称の、ただしそれはあの鉄平が言うたいの、私がやって持ってる姿皆さん見てもらったら分かるように、うんうんうん、確かに僕の各指は全部そのよだれかけから外れてるんですね、うん、そうそうそう、ちゃんと皮の部分に皮の部分に当たってます、うん、ただしかし、はい、そういうことで多分こういう大胆なデザインにはしゃーってんと思うけども、うんうん、これがなかなかできなかったよね、当時はね、それはできなかった、技術的にできなかったんだ、それとも売れなかったんだ、いやいや、みんな怖かったんだな、それにするのが、もうそれ発想がなかったよね、あ、カメラっていうのはこんな精密機械というね、あ、そういう考え方ですよね、まあ、精密なんとか正規というか、うんうん、精密の正に、まあ、まっすぐこう直線、そうそうそう、直角そうそうで左右対称っていうことで、日本工学とかね、学がついたり精密の正がついたりする世界やからです、はいはい、そんな名前ふんどしが揺れたような、はい、そんなもん作るっていうことはね、まあ、確かにちょっとおそらくふざけとるわな、ふざけとるな、うん、ね、僕はこれね、なんでモンローウォークということを言うことになったと思うと、はい、それね、僕もね、以前からこのカメラ怪しい思っとったんですよ、そうですか、いや、これもう直感的にですよ、なんでこんな左右相称のですね、よだれかけがついてるんかと思ってたんですけども、相称じゃないんやろ、相称、非相称、非相称、非相称のですね、うん、風に揺れたようなね、はい、モンローのウエストみたいなね、モンローのなんかパンツみたいなもの、その時はモンローっていうのはあんま思わんかったんや、思わんかった、思わんかったけど、なんかおかしなことって、ふんどしやると違って、まあ、いや、それもなんでこんなんやろなと、そこまでとどまとったんやね、
ところがそれをこのモンローと結びつけてくれたのはですね、はいはい、なんかありましたか。まあ、あの我が親友というほどではないんですけど、はい、まあ、ちょっとした知り合いと自分で思ってるんですけどね、はい、あの梅田のですね、八乙女というカメラ屋さん、中華カメラ屋さん、はい、あ、この店長なんですよ。あ、そうですか。で、店長がですね、はい、僕がまあこの、あ、この八乙女さんには、まあ、僕が言うてる、言ってる日、あの、フルカメラ屋さん言うたって2、3件しかないんやけども、うん、その中ではこのコニカがですね一番たくさん売ってる店なんですよ、うんうん、あるショーウィンドの一面全部コニカなんです。あ、1型、2型、3型、うん、もう3のね一番最後の露出系のついたやつまでね。なんででしょうね、うん、だからね、なすごいですね、これを前からそこが僕気になって、一番隅の方ですから皆さんお行きになったら入っていって、突き当たりのね左側の隅のところ、うん、入って左ですね。いやいや、入っていって前にあの人がおるとこあるじゃないですか、ね、まずあの通路からカウンター正面にディアモールというところです、入りますよね、でまっすぐ行ったら店の壁にぶつかるんで、そこ左曲がるんですよ。そうそうそう、そのままずっと奥行くんですよ、はい、そしたらカメラいっぱい置いてるんですよね。そうです、そうです、カメラとかグッズとかが、で奥行ったところの、はい、カメラ棚のところにぶつかった時のですね、一番その左の下の方のですね、うん、道に面したところの棚のところにコニカのコーナーです、うん、で他のところ、例えばこの前あの、あ、これはどこでしたかね、なにわさんのですね、中古買取センター行った時見て、うん、見たんですよ、はい、その時でもコニカはあったんですけどね、はい、これね、2A がなかった、3A ばっかりやったとかね、1なんか全然どこにもないんですよね。それちょっとたるんでますね、うん、まあ、たるんでるというのかどうかわからんけど、まあ、あの、ね、店長にですね、 3A でこれですか、ね、そうです、そうです、この 3A ちゃん面白いかもないけどね、はい、これは僕はあんまり好きやないんです、実言いますと。なるほどね、うん、あの、まあ、そんなんでですね、はいはい、この店長さんが、はい、あの人面白い店長でね、はい、アーティストなんです。ああ、前その話しましたね。政治現代ブラブラ、現代アート の、 あの、はい、奥さんと一緒にやってある人なんですけども、うん、例えば川から川にですね、はい、ふんどし流して、どこまでそれがずっとふんどしじゃなくて、あれむしろかなんか流してですね、あったり画廊の中でですね、水槽作ってですね、そこでべちゃべちゃやったりする。変わった方ですよね。変わったというか、まあ、アバンギャルドですよね。ああ、まあ、何でも英語とかね、フランス語で言うとよく聞こえるんですけど、まあ、あの人はいい人ですよ。よく聞こえるんじゃなくて、面白いことですよ。で、その人がですね、はいはい、僕があまりにもその今回のところに立ち止まってですね、はいはい、じっと見てたもんで、うん、ちょっと気にしてはったんですよ、前からね、うん、で店長に、うん、店長、あれなんであんなコニカここの店だけね、うん、店だけ言ったら 3,4 軒しか回ってないんやけども、うんうん、あんな容器集めてるんですか、言ったら、うん、うちあれがよう集まってきますね、って別に僕があの好んでるわけやないんやけど、うん、集まってくるんですよ、うん、言ってね、うん、それでね、店長、あの中で、うん、僕あのコニカが1台欲しいんやけども、はい、まあ、店長が推薦するとしてはどれがいいですかと聞いたんですよ、ね、ほな、あ、それはもうあのモンローウォークですって言ったんです。あ、そこで、あ、そこで、あ、モンローウォーク、うん、やっぱりと、やっぱりと、あ、やっぱりあれ、俺の言ったことは間違いでなかった、まあ、考えてたことか、考えたことあんまり口には出してないけど、口には出してないし、うん、モンローウォークということは発想できなかったんやけども、スッとそこで結びついたわけですよね。このカーブとあのモンローが、あの下からバーッとか、うん、あの地下鉄のニューヨークの地下鉄で、あのパンツを押さえとる時のウエストの感じとかね、うん、まあ、セクシーシンボルと言われてる腰の感じとかですね、はいはいはい、そういうもんとか、あの腰を振ってあの、うん、あれかなとか、うんうん、それとピタッと集まってね、はい、いいよと思ってね、店長、これ昔からそんなん言うてたんで、そうですよ、うん、僕らの仲間ではですね、うん、モンローカメラとかね、うん、モンローウォークとかモンローウエストとかいうような言葉を言われてたんですけど、知らなかったですかって言われて、言えないこと言われたな思ったんですけどね。日本来たこともあんま知らなかったですからね。うん、まあ、まあまあまあ、そうですね。あんまり知らなかった。デマジオさんと。デマジオさんと来て、読売ジャイアンツの巨人に生まれて。指圧してもらって。そう、あの、波越さんに指圧して、腹痛かな、はい、私たちが頭痛なおたとかね、うん、まあ。そんなことは後で分かってた。何年ぶりの疑問でしたか、それは。え、これ、うん、もうさ、20年ぐらい前から思ったんですよ。もっと前から思ったかもわかりませんね。欲しかったんですけど。思ってたかもしれませんね。自分のことやからな。自分のことは一番分かってないですよ、人生、ほんま、自分のこと分かってない、それは哲学ですよ。開口っていう、ちょっとチャイ一杯飲みますか。皆さん、あの開口っていう意味知ってますかね。難しいんですけど、お前が言うて、思わぬ出会いとか、うん、偶然の出会いとか、そういう意味がありましてですね、うんうん、あの非常に難しい感じなんですけど、これ僕はつけたんちゃいますよ、テッペが。僕はあのオープニングの前に、ね、はいはい、あいつの番組の名前決めるんですけど、すごく考えてるわな、それなりにな、わしはなりにな、うん、でこれ開口って、これ実は青木雄二さんの漫画の短編集に開口っていう作品があるんですよね、うん、あ、ちょっと変わったね、そうなんです、人はこういう言葉使いますよね。で僕学生時代にこの開口っていう漫画の短編集を見て、最初意味がわからなかったから、一緒に調べたら、あ、
そういう出会いのことを開口って言うんやって予期せぬ出会いで、その時の知識がやっと今役に立ってました。あ、そうですか。もう十何年経ってますけど、そんなもんですよ。知識が巡るっていう言葉は昔からあるんです。これはまさに開口ですよね。そうですね、知識の開口、そういうことです、ね、そしてカメラの開口、そう、開口は本当に面白いですよ ね、 すね、長いこと生きれば生きるほどですね、はい、その開口っていうのがいろいろね体験できますよ。 あこうやったんかと、うん、やっぱ俺あんまり気にしてたことがね、うん、こんなことをやっぱあって、うん、自分では意識しなかったけども、なんであのコニカのね、うん、新潟にあんな気がいてたんかいなと、うん、結局自分はスケベやったんかいなと思ったりね、うん、そういうセクシーなものが好きやったんかいなと思ったり、まあモンローは否定したけどもセックスはやっぱり良かったんかいな否定してたんや。否定はしてへんけど、あんまりそんな意識してなかったんやけど、ね、ちょっとたるんでる感じがしてね、うん、うん、あのまあそんなことが分かってくるんでね、うん、まあそれであの店長に指摘されてですね、うん、まあコロナ禍で1型も2型も3型もあるし、3型の一番最終のですね、うん、露出系のついたやつもあるんですけどね、はいはい、このオリジナルコニカみたいなのはですね、うん、これからあと先はもうコニカは、まあ、悪いけど普通のカメラになってもあるんですけどね、そのもう外のカメラにないいいコニカが、はい、まあ、大きい歌3型あるんですけども、はい、その中でまあ向こうの店長はですね、俺、うん、やったらやっぱ同じ買うんやったら、はい、1型は確かにいいしカッコはいいけどね、うん、実際アマゾン使うでしょ、うん、俺使いたいんやってね、せっかくやからね、要するに写真を撮るってことでしょ、写真もうだいぶこの一部分撮ってるでしょ、ピークアピクチャーってことでしょ、そういうこと、そういうそれやったらね、はい、1型は非常にいいしシンプルやけども、あまりにもシンプルすぎてですね、はい、撮る手順が大変やと、あ、そやからですね、うん、まあ2型のがこのモンローがいいんちゃいますかと、で第一かっこいいでしょと、これが1型もかっこいいしね、うん、3型は3型で独特のメカニックな感じがするけど、うん、これが一番まあ人間的というのかですね、うん、非常に柔らかみもあり、そして堅実なあの硬さもありですね、ちょうどいいんじゃないですかと、はいはい、確かにそうかもしれないですね、うん、そう言われてみたらね、うん、僕もそれもずっと前から思ってたことやなと思って、これ3型と2型のデザインの違いがもう明確なんですよね。そうですよ、3型はねもう角、カドカドしてるんですよ。そうですそうです、機械っていう感じの、そうそうそう、触ったらこう怪我するみたいな、そうですそうです、丸いとこが一個もないんですよね。そうですそうです、それが2型になるともう柔らかい感じの、そう、女性的なんが2型ですよね、うん、かもしれない、3型が男性的ですよね、これ絶対ねデザイナー考えてますよ。あ、まあそうかもしれない、ね、今の話聞いたからじゃなくて、比較したらよくわかりますよ。もうそれはもうこんなもんはね横並べてみると一点わかるんですよ、ね、面白いですね、1型がないのが残念ですけどね。あ、1型ね、うん、まあ、1型は完璧なんですけど、1型はまたね、はい、まあ、お金ができたら買いますわ。高いですか？これ、まあ、結構1万ぐらいしますね。で1型で、うん、そう、これ 2A も、そう、これはね、しました、有金さんに買うたんですよ、僕。有金、これ領収を残してね、有田金吾さん、有田金吾、このマクスター、あのプロレスラーの、そうですよ、ね、写真家ですよね、なんかプロレスラーやっとんのか写真やっとんのか、うん、あのやつですけども、これ見てこんな感じですよ、はい、結構高い金額、結構しますね、ね、しかもこれはフィルムも買ってるじゃないですか。フィルム買わんと映らへんから12,600円、これが本体です。そしてフィルムが300円、そう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 、合わせて12,900円、そう、八乙女写真機店、そういうことです。こう出してますね、うん、半年保証ですよね。あ、いいですね、うん、いいかがでした。もうちょっと1年ぐらいやってほしいんけど、いつ出たカメラでしたっけ、まあ、これコータン5月の14日ですよ。いや、このカメラは出たんだ。出たんはね、ちょっと待ってや、ここにありますよ、ね、あ、ここにあるのか、はい、言うや、お前分かっとった。1956年じゃ。これを見てください。1956年、うん、はい、ですよ。フィルムが135サイズ。そう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 。手巻き、まあ、はい、それに行きましょうか。もうちょっとカメラの方見てね、はい、さあ、いっぺんね、その前に鉄平にこれちょっと渡してですね、はいはい、残念ながら今フィルム入ってないんですけども、はいはい、まずフィルムを入れる動作をしてくれますか、それ鉄平。ほうほうほう、はい、動作、まずここをこうですかね、はいはい、この裏側のやつを、裏蓋っていうんですか、裏蓋のところをこれで O に回すんですか、ね、オープン O ですね。これ O になってますね、もう最初から。なってますか、はい、なってますね、はい、開けてください。どうやって開けるんですか、これ引っ張るんですか、 O、これは難しいな。まあ実に簡単なんですけどね。あ、簡単なんですか。非常に安全にできているんですよ。できてるんですよ。はあ、ちょっとわかんないな。やりましょう。見といてくださいね。はい、はい。あのね、これ今 O になってましたか。なってますね。O になってましたでしょ。なってますよ。で C のところにこのね、こういうなんていうか、こう引っ掛けみたいなのこうあるでしょ。あ、はい、手すりみたいな、ね。手すりみたいな、手すりっていうか回すとこですね。はい、でこれをですね、O にまず合わせておいて矢印を。ほう、でこの手すりをですね、こう持っていってですね。はい。はい、おお。押すんです。おー、なるほど。これでやったんです。おー、でこれ閉めるときはもう閉まったでしょ。で今度なんです、ハンドルを上向けて、はい、グーッと回して、はい、でここのハンドルを C のところにパッと倒すんです。あ、
でこれで普通なら、はい、このオープンのところに持っていったらパッと開くはずですけども、うん、オープンのもとこ持っていくだけじゃなしに、うん、この手すりを下へ倒してこの突起みたいなのあるでしょ、はいはいはい、ここをこう押さんだから、なるほどなるほど、もうようできてますね、ようできてますね、はい、でこれは何や言うと今はないんですけど、はい、このカメラ専用のですね、はい、マガジンっていうのが付いとったわけなんですよ。マガジンですか。はい、マガジン、フィルムを入れるためのですね、はい、昔はあの今パトローネというね、うんうん、缶みたいなのあるじゃないですか、うんうん、あれがなかった時代もあったんです、うんうん、長巻きのフィルムをこうできて自分で切ってですね、はいはい、で中で、あれ、あ、ダークバックというですね、ほうほう、黒い中にそのフィルムを入れて、うん、長さを測って切ってですね、そのマガジンいうところに入れて、ああ、わかりました、ね、ケースのことですね、ケース、フィルムケース、フィルムケースのことですね、それだったの、専用の、うんうん、それがあるとですね、どうしてもこういうような構造になってしまうこともあったんですけども、より言うならば、もう安全を期して簡単に開からないように、うん、開けてしまって全部ダメにしたらあかんからということで、うん、安全装置ってやつですよね。安全装置いいじゃないですか。あのマガジンの、まあ、あれ出るための装置でもあったんですけど、安全を兼ねたわけです、ね、2段階ですかね。2段階です。でそれで、はい、今度はですね、まあ、今度僕もやりましょうね、はい、こうなった場合に、うん、このレンズの周りにですね、このナンバーが売ってるとかあるでしょ、はい、これ500とか250とかですね、1とか B とか書いてますね、うん、これがシャッタースピードなんです。このレンズの周りのギザギザを持ってですね、はい、例えば1秒のところにこれ1秒が切れるんですね。おで1秒が切れて、でまずそのフィルムを中に入れてですね、装填した場合にまずフィルムをこう巻くんですね、うん、1回巻いてこれ止まるんです、はい、1回分は。でそれでこれでシャッター押しても切れないんです。お巻いてから、はい、このチャージっていうのを背中側ですよ。あ、一旦こうやってシャッターにバネをの力を入れてあるんですね、うん、そしていきますよ、よろしいですか。それで1秒シャッター切れます。それで次にこう巻くんですね、レンズシャッターってやつですか、ね、レンズシャッターですね。これ巻いたら 1枚分のところでは止まるんですけども、はい、これだけシャッター切れないんですね。シャッタースイング切れない。そこも2段階分かれてるんですね。普通のカメラは、はい、例えばこの3これ 3A ですね、はい、これはもうフィルムを巻き上げたらですね、うん、あのシャッターチャージは勝手にできて、うんうん、すぐシャッター切れるんですよ、うんうん、まあ、そっちの方が楽ですけどね。楽です、これが一番楽ですよ。ですよね、うん、3A が一番楽で、やっぱ一番新しいタイプですからね。そう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 。で1の場合はね、はい、これもっと原始的なんですよ。1の場合はこのね、巻く時にもですね、勝手に止まらないんです、1枚のところで。こうみんな、まあ、こうメーター見ながら止めて、それでまたシャッターチャージも勝手にしてですね、はい、でまだこれシャッターをまず切る下まで押しといて、うん、でこの右手のところにシャッターがボタンあるじゃないですか、うん、ここじゃなしにですね、うん、前にあるこうやってね、こうしてね、うん、前のところでこうレンズの横についてるシャッターをこうやって押さなきゃっていうんです。4手間かかるんですよ、うん、でそれやったらバンバさんは、うん、1型はカッコンの AC オリジナルやし、レンズもなかなかええけどもですね、うん、使いにくいからちょうど妥協したところで、うん、このモンローも中入っとるし、あんたも気持ちがええやろ、触っとってモンローの尻触るみたいなもんやと、うん、いうことで、ほんでこれ3になると今度あまりにもメカニックでね、うん、もう面白いにも何にもないと、これは、うん、ちょっとニコンの F タイプみたいな。そうそう、ニコンタイプですよ。ニコンですよね、これは。ニコンの悪口言ってるわけないんですけども、うん、あの、はい、可愛さがないです。可愛さがないんですよね、うん、これもね。でこの場合はそれと、しかもですね、はい、レンズをこのレンズというかこのフィルムを巻き上げるのが、うん、これ得意な、これコニカあのまたデザイナーがおったんですよね。あ、で前のところのレンズの下のところにですね、はい、押し切りみたいな装置がついてるんですよ、うん、でこれを1回押して2回押して、これであとこれシャッター押すんです。あ、昔そういうカメラ特集しましたね、た僕らね、2回、はい、テラックスとか、ね、チャージするやつ、ね、そうです、そうです、そうです、あれを受けたらガサッとね、うん、レバーみたいに押したカメラがありましたね、うん、なんでそれ2回にしたんやろね。ねえ、これ、まあ、2回のやりやすかったんでしょうね。1回でシャッターチャージをしてから1回で巻き上げるというね、うん、それ1回の動作でできなかったんやと思いますよ、うん、でこんなもんやからですね、いちいちこれじゃ親指でこれ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 してですね、うん、でもしこれこうやるでしょ、うん、でこんなことしてたらですね、実際にこれコニカの会社はこれ即社員、早く撮るためにこれしたと。無理ですよね。無理です。これ特にこうフルになっていきますとね、はい、硬くなるんですよね。サラの時は人差し指でね、はい、カチャカチャとやれたらしいんです、はいはいはい、だけど今はこれができんようになってしまう、使う時にね、うん、だからまあこれは
僕はかっこいいと思って、うん、若い時にこれ八乙女で買ったんです。これ八乙女の新大阪店というところで、あの 3A の方ですか。 3A の方、それであんまり使いにくくてですね、はい、まあ、レンズは非常にいいレンズで、うん、もうファインダーもめちゃくちゃ綺麗で、ライカよりも綺麗なファインダーなんですけどね、はい、あんまりも使いにくいで置いといたんですね、こうしてね、うん、でその時にもこの2が気に取ったんですけども、はい、ちょっと2はどんぐさいな思ったりね、ちょっと男っぽくもないしなるほどと思ってやめとった。男っぽくない方がええやんか、うん、いやいや好きちゃうやろ男っぽくな、まあまあ、そうやけど、それはやっぱりね、今になって分かってきたよ、良さがね、自分の成果が分かってきたんですね。まあまあ、そう柔らかくなったっていうのが、うん、まあ、余計女好きになったりどうか分からんけども、ね、モンローのシーンが出るようなカメラをですね、うん、やっと獲得できて、うん、でそれで、まあ、最近楽しんでるんですよね。なるほど、うん、撮りました、それで写真。あ、何枚も撮りました、4本撮ってますね、うん、これ、うん、これでも見せてください。どうぞどうぞ、どれから見ますか。あ、すごい、あ、フィルム4本も使った。4本使いましたよ。何枚撮りのフィルム。36枚と24枚あってですね、はい、これはちょっとだけ伸ばしたやつですよね。あ、はいはいはい、はい、あ、これ近所の団地の壁ですね、はい、団地が好きでね、僕ね、松浦さんという方の影響を受けて、ね、はいはいはい、たまに僕らの著者の方ですくれますよね。塔を作ってる人ですよね、はいはい、万博のですね今ね、ずっと等身大で何分の1かの塔を作ってありますね、はい、そうなんです、その人の団地とか、はい、あとはこれは本局の裏の、あそこ今子供がね、今、はい、ひよこがおるとこですね、バンという鳥のね、池ですよね、はい、まあ、その辺見てましてもね、やっぱり、はい、電柱もあるし、自分で言うもなんですけども、はい、まあ、今のデジカメのレンズとはもう全く違う奥行きのあるですね、立体感のあるこのレンズですよね。とにかくこれヘキサノンというレンズです。ヘキサノンのこれがね、何でしたっけ、ヘキサって六角形かなんか。そうです、コニシロク、何でしたっけ、コニシロクというね、はいはい、会社ですよ、ここは、はいはい、これ元々この会社は、はい、まあ、ちょっと、まあ、真面目な話もしとかなきませんね、はい、コニシロクの歴史を言いますと、明治6年です。1873年にできた、はい、まあ、写真関係の部門ができたんですよ、うんうん、明治6年にね、はい、でこれ東京の麹町というところにありましてですね、もともと薬種問屋、まあ、漢方薬の薬屋さんですね、小西屋六兵衛というお店があったんですけども、はい、そこに入ったですね、店員さんの杉浦六三郎さんという、これ六ですね、はい、六三郎さんという方がですね、はい、この方がまあ当時流行ってきました写真の材料もね、はい、あるいは石版写真とかそういう含めてですね、はい、そういうことをうちでも扱いましょうやということを提案しはって、はい、で横浜まで毎日ですね、当時開通した、前年開通って言ってますけども、岡蒸気というのがあったんですよね、はい、新橋からずっと横浜まで行ったやつですけどね、日本初の鉄道です。そうそう、あれに乗ってですね、横浜の外人の店まで買い物に行ってたという、それが最初なんですよね、この会社ができた。だからこの薬種問屋の小西屋六兵衛さんの録を取ってですね、小西録とこうなったわけです。それでレンズが、レンズが録というのは何や言うとですね、ほうほう、これね、ギリシャ語でですね、録、はい、のことはね、ヘクスって言うんです。HEX とか言うんです。ヘクスですね、はい、でそのこれが窃盗語のヘクサになる、窃盗語で、はい、で小西録の録やから、うん、そこのヘキサーというレンズになったりね、ヘキサノンというレンズだったり、レンズの名前も全部意味があるんですよね。ですよね。これは各カメラ全部そうですよ。面白いですよ、このレンズの名前意味、その会社との深い関係が出てくる。ロッコールとかね、ミノルタやったらロッコールですね。これはミノルタのカメラがね、神戸の六甲山の麓でできたわけですよね。だから六甲からロッコールになったとかね、まあ、みんなそんなのがあるんですけども、それでできてきて、このヘキサーという名前ができたわけですよね。でそれでまあ、まあ、非常に面白いカメラをいっぱい作ったカメラなんですけども、うんうん、このコニカの1型ができたのが1932年ですよね、はい、1型っていうのが最初の、コニカができてね、それからあと、まあ、ずっと発展して、はい、123となって、はい、今度4になって新しいタイプの近代カメラになってしまったというわけです。なるほど、はい、以上、まあ、そんなことでございました。とんでもないところにモンローさんが出てきありましたけれども、はい、天国のモンローさんもびっくりしちゃうんですよね。そういうことで、こんなところでまさか資料触ったやつがおったと思わないでくださいね毎日触っております。